どうも、ハーバーンです。いつものね、砂浜に来ております。つい、そうですね、朝方にはなかったんですよ、この水鳥の死体。でね、割とまだ、腐乱してないです。で、まあ、よくあることなんで回収しようかなと思ったら、これですよ、これ。ハードルワーが絡まってるんですよ。ほんでね、確証はないですけれども、これ釣ってる途中で水鳥にルアー引っ掛けたんちゃうかなというふうに思うんですよ。もしくは、まあ、もう一つ可能性として考えられるのは、漂ってるロストしたルアーに絡まったということですね。いずれにしても、このルアーが致命傷になった可能性がね、極めて高いんじゃないかなというふうに見られる現象です。で、琵琶湖でルアー釣りしてる人で、こういう水鳥をね、引っ掛けてしまうっていう人をね、僕何回か見てるんですよ。で、やっぱり、琵琶湖でルアー釣りするっていうことは、こういうことが起こる可能性は十分あるということを踏まえて、で、釣りをするべきだというふうに思いました。とりあえず片付けていきます。はい、どうもです。もうね、手袋の方はもう水鳥と一緒に捨てました。本日の動画は以上です。ではでは。